健診者労働安全衛生法による健康診断は労働安全衛生の観点から実施され、その第66条1項では事業者は労働者に対し厚生労働省令で定めるところにより、医師による健康診断を行わなければならない、と規定される。これは一般健康診断とされ、雇い入れ時及び年1回以上行う必要がある。さらに、 第66条2項では、事業者は、有害な業務で、政令で定めるものに従事する労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による特別の項目についての健康診断を行わなければならない。と規定され、これは特殊健康診断とされる。加えて二0十五年十二月からは、産業精神保険の関連により、職業性ストレスチェックの実施が、 常時使用する労働者数が50人以上の事業者の義務となった。この健康診断の水準については、一般企業においては、一般医療水準に照らし相当と認められる程度の健康診断を実施するか、あるいは、これを行う医療機関に移植すれば、事業者の安全配慮義務違反は認められないとされる、規則第44条に定める以下の11項目に、 ついて行われる健康診断のことを一般健康診断という。派遣労働者については、派遣元が実施しなければならない。一般健康診断の検査項目既用歴、業務歴の調査自覚症状、多角症状の有無の検査身長、体重、福井、視力、聴力の検査胸部 X 線検査、拡体検査血圧の測定貧血検査、 肝機能検査、血中脂質検査、血糖検査、尿検査、心電図検査、労働安全衛生規則44条、パートタイム労働者については、以下の1、にいずれにも該当する場合には、常時使用する労働者に該当する。1週間の所定労働時間が、当該事業上の同種の業務に従事する通常の、労働者の1週間の所定労働時間の4分の、 3以上であること期間の定めのない、労働契約により使用されるもの、または、有期労働契約により使用されるものであって、当該有期労働契約の契約期間が1年以上であるもの、契約の更新により1年以上使用されることが、予定されているもの及び1年以上引き続き、使用されているもののいずれかに該当する、もの一般健康診断に含まれるのは、以下の健康診断である。 なお、2009年6月の改正法施行により、結核健康診断の規定は廃止された事業者は、常時使用する労働者を雇い入れるときは、当該労働者に対し、一般項目について医師による健康診断を行わなければならない。他の健康診断と異なり、医師の判断で省略できる項目はない。ただし、医師による健康診断を受けた後、 三ヶ月を経過しないものを雇い入れる場合において、そのものが当該健康診断の結果を証明する書面を提出したときは、当該健康診断の項目に相当する項目については省略できる。なお雇い入れときの健康診断は常時使用する、労働者を雇い入れた際における適正配置、入職後の健康管理に役立てるために実施するものであり。 採用選考時に実施することを義務付けたものではなく、また応募者の歳費を決定するために実施するものでもない。健康診断の必要性を慎重に検討することなく、採用選考時に健康診断を実施することは、応募者の適性と能力を判断する上で、必要のない事項を把握する可能性があり、結果として就職差別につながる恐れがあることから、 採用選考時に健康診断を実施する場合には、健康診断が応募者の適正と能力を判断する上で真に必要かどうか慎重に検討する必要がある。事業者は常時使用する労働者に対し、1年以内ごとに1回、定期に一般項目について医師による健康診断を行わなければならない。ただし、雇い入れ時の健康診断、 海外派遣労働者の健康診断、特殊健康診断を受けた者については、当該健康診断の実施日から1年間に限り、その者が受けた当該健康診断の項目に相当する項目を省略できる。医師が必要でないと認めるときは、以下の検査項目を省略できる。20歳以上の者については、身長の検査を省略できる。40歳未満の者、 妊娠中の女性等で福井が内臓脂肪の蓄積を反映していないと診断されたもの、BMI が所定値未満のものについては、福井の検査を省略できる。40歳未満のものについては、貧血検査、肝機能検査、血中脂質検査、血糖検査及び心電図検査を省略できる。40歳未満のもので、 以下のいずれにも該当しないものについては、医師が必要でないと認めるときは、胸部 X 線検査を省略することができる。また、胸部 X 線検査を省略できるものについては、医師が必要でないと認めるときは、拡大検査を省略することができる。事業者は、特定業務に常時従事する労働者に対し、当該業務への配置替えの際及び6、過月以内ごとに1回、定期に、 一般項目について医師による健康診断を行わなければならない。この場合において、胸部 X 線検査、核探検査については、1年以内ごとに1回、定期に行えば足りる。ただし、雇い入れ時の健康診断、海外派遣労働者の健康診断、特殊健康診断を受けた者については、当該健康診断の実施日から6ヶ月間に限り、その者のが受けた、 当該健康診断の項目に相当する項目を省略できる。省略できる検査項目は、胸部 X 線検査、拡大検査を除き、定期健康診断と共通である。特定業務とは、その業務に常時500人以上の労働者を従事させる場合に、産業員の専属が義務付けられる、有害業務のことを言う。なお、産業員の専任義務のある事業上においては、 事業者は、当該事業上の労働者の健康管理を担当する産業医に対して、健康診断の計画や実施上の注意等について、助言を求めることが必要であるとされる。事業者は、労働者を、本邦外の地域に6ヶ月以上派遣しようとするときは、あらかじめ、当該労働者に対し、一般項目及び、以下の項目のうち一種が必要であると認める項目について、 医師による健康診断を行わなければならない。事業者は、本邦外の地域に6ヶ月以上派遣した労働者を、本邦の地域内における業務につかせるときは、当該労働者に対し、一般項目及び以下の項目のうち医師が必要であると認める項目について、医師による健康診断を行わなければならない。平成元年10月の改正法施行により設けられた。 腹部画像検査血液中の尿酸の量の検査、B 型肝炎ウイルス抗体検査 ABO 式及び RH 式の血液検査、糞便と末検査海外において、疾病の増悪や新たな疾病の発症があると、職場環境、日常生活環境、医療事情等が国内と異なる面も多いため、医療をはじめとして様々な負担を労働者に強いることとなる。このため、 海外に派遣する労働者の健康状態の適切な判断及び派遣中の労働者の健康管理に資するため、派遣前の健康診断に関する規定を新設したものである。また、海外勤務を終了した労働者を国内勤務に就かせる場合の就業上の配慮を行うとともに、その後の健康管理にも資するため、帰国後の健康診断に関する規定を新設したものである。 派遣前の健康診断においては、雇い入れ時の健康診断、定期健康診断、特定業務者の健康診断、特殊健康診断を受けた者については、当該健康診断の実施日から6ヶ月間に限り、その者が受けた当該健康診断の項目に相当する項目を省略できる。また、派遣前、帰国後とも、医師が必要ないと認めるときは、二十歳以上の者に、 ついての身長の検査と胸部 X 線検査で病変の発見されなかったものについての拡短検査は省略できる。詐称申請の際に健康診断が必要とされる場合がある。事業者は事業に付属する食堂または炊事場における給食の業務に従事する労働者に対しその雇い入れの際または当該業務への配置替えの際、検便による 健康診断を行わなければならない。事業者によっては一般健康診断に分類しないところもある。法文上は医師による特別の項目についての健康診断という一定の有害業務に従事する労働者を対象として行う。派遣労働者については派遣先が実施しなければならない。配置外の際に行う特殊健康診断には業務適正の判断と その後の業務の影響を調べるための基礎資料を得る目的がある。また、特殊健康診断では対象とする特定の健康障害と類似の他の疾患との判別が一般健康診断よりも一層強く求められる。一般健康診断と特殊健康診断双方の対象となる労働者にかかる健康診断の評価に際しては、 一般健康診断と特殊健康診断の結果を、教示的な変化を含め総合的に評価することが重要であること。したがって、これらの健康診断結果については、医療機関への紹介状や、その回答等を含め、労働者ごとに一括保存することが望ましいものであること。事業者は、以下の有害業務に従事する労働者に対し、その業務の区分に応じ、 雇い入れまたは、当該業務への配置替えの際及びその後所定の期間、以内ごとに1回、定期に、医師による、特別の項目についての健康診断を行わなければならない。有害業務に従事させたことのある労働者で、現に使用しているものについても、労働者が常時従事していた業務の区分に応じ、6ヶ月以内ごとに1回、定期に、医師による、 特別の項目についての健康診断を行わなければならない。粉塵業務高圧室内業務及び潜水業務放射線業務特定科学物質等の製造取扱業務及び製造等禁止物質の試験研究のための製造使用業務鉛業務世に歩きる鉛業務有機溶剤業務石綿業務除染業務事業者は有害な業務で 精霊で定めるものに常時従事する労働者に対し、その雇い入れの際、当該業務への配置替えの際及び、当該業務についた後6ヶ月以内ごとに1回、定期に、歯科医師による健康診断を行わなければならない。有害な業務で、精霊で定めるものとは、以下のもののガス、蒸気または粉塵を発散する場所における業務とする。 塩酸症酸,酸硫酸ア硫酸復活水素オリン、その他または、その支持組織に、有害な物意志等による、心理的な負担の程度を把握するための検査の実施が、2015年12月より、常時使用する労働者数が50人以上の事業者の義務となった。50人未満の事業場については当面の間、努力義務とされる。派遣労働者については、 派遣元が事業者としての義務を負う。なお、ストレスチェック制度自体は、メンタルヘルス不調の労働者を把握することを目的とした制度ではない。事業者は、常時使用する労働者に対し、一年以内ごとに一回、定期に次に掲げる事項について、検査を行わなければならない。ストレスチェックの実施者は、次に掲げるものとする。ストレスチェックを受ける労働者の所属する。 事業上の状況を日頃から把握している者が行うことが望ましい。ストレスチェックを受ける労働者について、解雇、昇進または移動に関して、直接の権限を持つ監督的地位にある者は、ストレスチェックの実施の事務に従事してはならない。従事することができない事務は、ストレスチェックの実施に直接従事すること及び実施に関連して、 ストレスチェックの実施者の指示のもと行われる労働者の健康情報を取り扱う事務を言い、これに含まれない事務であって、労働者の健康情報を取り扱わないものについては、人事に関して直接の権限を持つ監督的地位にあるものが従事して差し支えない。当該事務には、例えば以下の事務が含まれる。事業者は、ストレスチェックを受けた労働者に対し、 厚生労働省令で定めるところにより、当該検査を行った医師等から地帯なく当該検査の結果が通知されるようにしなければならない。この場合において、当該医師等は、あらかじめ当該検査を受けた労働者の同意を得ないで、当該労働者の検査の結果を事業者に提供してはならない。同意が得られた場合は、事業者は当該ストレスチェックの結果に基づいて記録を作成し、 これを5年間保存しなければならない。同意が得られない場合は、ストレスチェックの結果の作成、実施の事務に従事したものによる、当該記録の保存が適切に行われるよう、必要な措置を講じなければならない。一般健康診断、特殊健康診断のいずれにも属さないもの、及び医師による指導を取り上げる。都道府県労働局長は、 労働者の健康を保持するため必要があると認める。時は、労働衛生指導医の意見に基づき、事業者に対し、臨時の健康診断の実施その他必要な事項を指示することができる。この指示は、実施すべき健康診断の項目、健康診断を受けるべき労働者の範囲その他、必要な事項を記載した文書により行うものとする。深夜業に従事する労働者であって、 常時使用され、自ら受けた健康診断を受けた以前6ヶ月を平均して1ヶ月あたり4回以上深夜行に従事した者は、自ら受けた健康診断の結果を証明する書面を事業者に提出することができる。2000年4月の改正法施行により新たに導入された、事故の健康に不安を有する深夜行従事者であって、 事業者の実施する次回の特定業務従事者の健康診断の実施を待てない者が自らの判断で受診した健康診断の結果を事業者に提出した場合に事業者が特定業務検診の場合と同様の事後措置等を講ずることを義務付けるものである。この書面の提出は当該健康診断を受けた日から3ヶ月以内にしなければならない。労働安全衛生法の規定による 一般健康診断等のうち直近のものにおいて、血圧検査、血液検査その他業務上の自由による脳血管疾患及び心臓疾患の発生に関わる体の状態に関する検査であって、厚生労働省令で定めるものの4項目が行われた場合において、当該検査を受けた労働者がそのいずれの項目にも異常の所見があると診断されたときに、当該労働者に対し、 その請求に基づいて二次健康診断及び特定保険指導を行う。労災保険法における保険給付として行われる。事業者は二次健康診断の対象となる労働者を把握し、当該労働者に対して二次健康診断の受診を鑑賞するとともに、診断区分に関する意思の判定を受けた当該二次健康診断の結果を 事業者に提出するよう働きかけることが適当であるとされる。事業者は、上記の健康診断を受けた労働者全員に対して、死体なくその結果を通知しなければならない。異常の所見がなかったものに対しても通知は必要である。事業者は、上記の健康診断の結果、異常の所見があると診断された労働者については、当該労働者の健康を保持するために必要な措置に、 ついて、医師または、歯科医師の意見を聞かなければならない。この意見聴取は原則として、当該健康診断実施の日から3ヶ月以内に行わなければならない。事業者は、医師または、歯科医師から意見聴取を行う上で必要となる労働者の業務に関する情報を求められた時は、速やかにこれを提供しなければならない。なお、健康診断において、 その雇用する労働者が、要再検査または、要精密検査と診断された場合であっても、当該再検査、精密検査の実施は、特に有害物質等に係る規則で定められている場合を除き、一律には事業者にその実施が義務付けられているものではない。事業者は、健康診断の結果に基づき、健康診断個人票を作成して、以下の期間保存しなければならない。 自発的健康診断の提出を受けた場合であっても、その提出された書面に基づいて、健康診断個人票を作成しなければならない。常時50人以上の労働者を使用する事業者は、定期健康診断、特定業務従事者の健康診断、司会士による健康診断を行ったときは、主体なく、定期健康診断結果報告書を、所轄労働基準監督署長に提出しなければ、 ならない。常時50人以上の労働者を使用する事業者は、1年以内ごとに1回、定期に心理的な負担の程度を把握するための検査結果等、報告書を、所轄労働基準監督署長に提出しなければ、ならない。使用者は、その使用する労働者数に関かかわらず、有害業務従事者の健康診断のうち主審で、定めるものを行ったときは、死体なく、 健康診断結果報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。これらの報告書について産業医が選任されている事業上においては、報告書には産業医の記名応印がなされなければならないとする旨の規定があったが、令和2年8月の改正省令施行により行政手続きにおける応印等の見直しや、 オンライン利用率の向上等の観点から産業医の応援は不要となった。このことは事業者が医師等による健康診断やその結果に基づく医師等からの意見聴取を実施する義務がなくなったことを意味するものではなく、引き続き野生法等に基づき事業者は医師等による健康診断やその結果に基づく医師等からの意見聴取等を実施しなければならないこと。 面接指導とは、問診その他の方法により、心身の状況を把握し、これに応じて、面接により必要な指導を行うことを言う。労働安全衛生法に定められている、面接指導は、長時間労働やストレスを背景とする労働者の脳、心臓疾患やメンタルヘルス不調を未然に防止することを目的としており、医師が面接指導において、 対象労働者に指導を行うだけではなく、事業者が就業上の措置を適切に講じることができるよう、事業者に対して医学的な見地から意見を述べることが想定されている。働き方改革関連法においては、長時間労働やメンタルヘルス不調などにより、健康リスクが高い状況にある労働者を見逃さないため、医師による面接指導が確実に実施されるようにし、 労働者の健康管理を強化するものである。事業者は、その労働時間の状況その他の事項が、労働者の健康の保持を考慮して、厚生労働省令で定める要件に該当する労働者に対し、当該労働者の申し出により、医師による面接指導を行わなければならない。この超えた時間の算定は、毎月1回以上。 一定の期日を定めて行わなければならず、事業者はこの超えた時間の算定を行ったときは、速やかに当該月80時間長の労働者に対し、当該労働者にかかる当該超えた時間に関する情報を通知しなければならない。また事業者は当該労働者の氏名及び超えた時間に関する情報を産業医に提供しなければならない。事業者は 休憩時間を除き1週間あたり40時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間が1月あたり100時間を超えた新たな技術、商品、または役務の研究開発に係る業務に従事する者に対し、医師による面接指導を行わなければならない。上記、一般の労働者と異なり、当該労働者の申し出がなくても面接指導を行わなければならない。 また100時間を超えない場合であっても、80時間超となる場合は、一般の面接指導の対象となる。事業者は、高度プロフェッショナル制度により労働する労働者であって、その健康管理時間が、当該労働者の健康の保持を考慮して、厚生労働省令で定める時間を超えるものに対し、医師による面接指導を行わなければならない。上記。 一般の労働者と異なり、当該労働者の申し出がなくても面接指導を行わなければならない。事業者は、上記面接指導を行う労働者以外の労働者で、あって健康への配慮が必要なものについては、厚生労働省令で定めるところにより、必要な措置を講ずるように努めなければならない。高度プロフェッショナル制度により労働する、労働者以外の労働者に対して行う。 必要な措置は、事業上において定められた、当該必要な措置の実施に関する基準に該当する、ものに対して行うものとし、高度プロフェッショナル制度により労働する労働者に、対して行う、必要な措置は、当該労働者の申し出によって行うものとする。派遣労働者については、派遣先が労働時間の状況を把握し、派遣元が面接指導等を実施しなければならない。 管理監督者等、労働時間等に係る規定の適用について、特段の定めのある労働者については、労働者自らが、肥料の蓄積が認められると判断して申し出れば、面接指導を実施する。医師は、面接指導を行うにあたっては、申し出を行った労働者に対し、次に掲げる事項について、確認を行うものとする。事業者は、 ストレスチェックの通知を受けた労働者であって、検査の結果、心理的な負担の程度が高いものであって、医師による面接指導を受けることを受ける必要があると、当該検査を行った、医師等が認めた者が、面接指導を受けることを希望する旨を申し出たときは、当該申し出をした労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による面接指導を行わなければならない。 この場合において、事業者は、労働者が、当該申し出をしたことを理由として、当該労働者に対し、不利益な取扱いをしてはならないし、また、申し出の時点において、ストレスチェック結果のみで、就業上の措置の要否や、内容を判断することはできないことから、事業者は、当然、ストレスエックの結果のみを理由とした、不利益な取扱いについても、これを行ってはならない。 常時使用する労働者50人未満のため、ストレスチェックの実施が努力義務とされる事業上であっても、ストレスチェックを実施した場合はその後の面接指導の実施は義務となる。医師は面接指導を行うにあたっては、申し出を行った労働者に対し、ストレスチェックの検査事項のほか、次に掲げる事項について確認を行うものとする。 面接指導は面接指導を受ける労働者の所属する事業上の状況を日頃から把握している当該事業上の産業医その他労働者の健康管理等を行うのに必要な知識を有する医師が行うことが望ましい。面接指導を実施した医師が当該面接指導を受けた労働者の所属する事業上の産業医等でない場合には当該事業上の産業医等からも面接指導を 実施した医師の意見を踏まえた意見を聴取することが望ましい。事業者は医師の意見た所定の事項を記載した面接指導の結果を作成し、これを5年間保存しなければならない。産業医、ストレスチェックを行った医師等は、所定の要件に該当する労働者に対し、面接指導の申し出を行うよう干渉することができる。 また事業者は面接指導が行われた後、死体なく当該医師から意見を聞かなければならない。事業者は医師の意見を勘案し、その必要があると認めるときは当該労働者の実情を考慮して、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少等の措置を講ずるほか、当該医師の意見の衛生委員会もしくは安全衛生委員会または、 労働時間等設定改善委員会への報告、その他の適切な措置を講じなければならない。都道府県労働局長は、がんその他の重度の健康障害を生ずる、恐れのある業務で、政令で定めるものに従事していたもののうち、厚生労働省令で定める要件に該当するものに対し、離職の際にまたは離職の後に、当該業務に係る健康管理手帳を交付するものと、する。 政府は健康管理手帳を所持している者に対する健康、診断に関し、必要な措置を行う。有害業務従事者については、在職中は第66条2項により有害業務に従事しなくなった後も定期の健康診断が義務付けられているが、離職した労働者のうち一定の要件に該当するものについては、政府の費用負担により定期に健康診断を行い、 その健康管理の万全を期しているものである。重度の健康障害を生ずる恐れのある業務で、政令で定めるものとは、施行令第23条に定める14業務であり、厚生労働省令で定める要件とは、規則第53条に各業務ごとに要件が定められている。都道府県労働局長は、健康管理手帳を交付するときは、交付を受けるものに対し、 厚生労働大臣が定める健康診断を受けることを勧告するものとする。交付を受けた者は勧告にかかる健康診断を受けるときは健康管理手帳を健康診断を行う医療機関に提出しなければならない。健康診断を行った医療機関はその結果を健康管理手帳に記載しなければならず、また、遅滞なく、 報告書を都道府県労働局長に提出しなければならない。健康管理手帳の交付を受けた者は当該健康管理手帳を他人に譲渡し、または対応してはならない。健康診断の実施は事業者の義務であり、使用者による健康診断の不実施は法違反となり、50万円以下の罰金に処せられる。また、事業者の講ずる上記の措置は、 労働安全衛生法に定める危険有害要因除去のための各種の措置とは異なり、その性質上労働者の努力なくしては予期した効果が期待できない。それゆえ事業者の実施する健康診断の受診は原則として労働者の義務であり、労働者による健康診断の受診拒否は就業規則等によって定める懲戒処分の対象となり得る。 なおストレスチェックについては、労働者の受験義務は課せられていないが、メンタルヘルス部長で治療中のため受験の負担が大きいなどの特別な理由がない限り、すべての労働者がストレスチェックを受けることが望ましい。当該事業上でストレスチェックを実施する時点で休業している労働者については、事業者は当該労働者に対してストレスチェックを実施しなくても差し支えない。 健康診断の実施費用を労しいずれが負担すべきかについて法律の定めはないが法で事業者に健康診断の実施の義務を課している以上当然事業者が負担すべきものであるとされる労働者へ費用負担を強いると健康診断を受けない労働者が発生する恐れがあり使用者の健康診断実施義務が果たせないからであるただし 事業主が実施する健康診断を受けず、労働者本人の都合により各自で受ける場合などには、本人負担となる場合もあり、実際には、就業規則等の定めによることになる。受診時の賃金に際しては、特殊健康診断は、受診に要する時間が、労働基準法上の労働時間と算定されるため、検診が法定労働時間外に行われた場合、 事業者は割増賃金を支払わなければならない。一般健康診断、二次健康診断、ストレスチェック及びその後の面接指導は受診に要した時間にかかる賃金の支払いについては、当然には事業者の負担すべきものではなく、労使協議をして定めるべきものであるが、労働者の健康の確保は事業の円滑な運営の不可欠な条件であることを考えると、 一般健康診断、ストレスチェック及び面接指導を受けるのに要した時間の賃金を事業者が支払うことが望ましいとされる。事業主は外国人労働者に対して健康診断を実施するにあたっては健康診断の目的、内容を当該外国人労働者が理解できる方法により説明するよう努めること。また、外国人労働者に対し健康診断の結果に 基づく、事後措置を実施するときは、健康診断の結果並びに、事後措置の必要性及び内容を当該外国人、労働者が理解できる方法により説明するよう、努めること。また、事業主は、産業医、衛生管理者等を活用して、外国人労働者に対して、健康指導及び健康相談を行うよう、努める、こと、とされる。規模の大きい事業者では、 通常の勤務時間内に事業者指定の病院や検診センターで一般定期健康診断を受診させることが多くその間の時間は有給であるのが一般的である。規模が小さい事業者では勤務時間外に各労働者が選択した病院等で一般定期健康診断を受けさせ後日その費用を会社が支給していることもある。この場合は受診時間は 無給となる。なお、50人未満の労働者を使用する事業上の事業者は、特定の要件を満たせば、健康診断の費用として、小規模、事業上産業保険活動支援促進助成金を受けることができる。現在の一般健康診断に連なる規定は、1942年の工場法施行規則の改正により、工場法の適用がある全労働者に対して、 健康診断の実施が工場をもに義務付けられたことに始まる。当時の検診項目は大きな社会問題となっていた結核に対処したものであった。戦後の労働基準法の施行により、工場法の規定がそのまま引き継がれ、対象が全労働者に広がった。さらに1974年の労働安全衛生法の制定により、検診の規定は同法に引き継がれ、 同時に検診項目の追加等が行われ規定が整備された。その後、1989年、1998年にその時代時代の疾病構造を反映した検診項目の追加等がなされている。ありがとうございます。